それ自でファンバステン監督が絵描かせたり宝探しさせたの意味なかったって書いてあんまかった <laughs> なんかそういうのあれあれなだから俺さ本当あのレクリエーション的なやつあるんじゃんあのアイスブレイクよチームの新加入選手とかいる時そういうのさせるんだけどあっちの方がね気使遣ってるか僕自身が芸人の頃つまんねえゲームコーナーとかにムカついてた方なんですよだけどまあ社内がやるじゃん あとこれどのぐらいちゃんと本気でやるかには楽しんでほしいからルール設定とかみんなが笑えるようにするならどうするかとかそういうねそこ結構大変で,でこれってマジその,あの練習メニュー作りってある意味ゲーム企画と一緒だからっていうかその番組の企画作りみたいな実利があって滑っちゃいけないみたいな感じだからさである意味滑ってても実利があったらいいじゃないですか。 これアイスブレイクって実利の要素はちょっと少なくすんだけど滑っちゃいけないからじゃないと余計アイスになるからブレイクされなくなるからさ、まあ、それをしっかり選手が喋っちゃってのがそのスアレスのパターンなんでしょうねだから公式戦の前とかねあのもう上げるタイミングしちゃったらあれだけど小野伸二選手権とかやってましたもんねみんなであのボールを見ないでいかに自然とトラップできるかみたいな。 このなんか水とか飲みながらボール上投げられたのを自然とトラップするみたいなやつで誰が一番小野真治になれるかみたいなやつでで負けた人一発ギャグみたいなやつとかハンドボールとかあとはあれかライン上しかあの足でない鬼ごっこだったりとかそれで横移動鍛えたりとかねそういう結構ねアイスブレイク系のメニューとか調べたりするんだけどいやー面白くないなみたいなその。 誰って言わないから優勝してんけどよくこのメニューで人に説明できたなみたいな <laughs> う,ちうちのゲームコーナー面白いでしょみたいな人がいるからでもその人はその人で楽しそうに説明してるからまあいいじゃんそれは俺が俺の選手にやらやらしたくないなみたいなちょっとそこはねやってきた仕事でもプライドあるしそうなりますよね面白いで言うとね今日手話ボのねあのなんか 言っていいかどうか分かんないし迷惑かけたぐらいからだけどシュアボーの強化にね携わってくれるまた人がいてそうそういう人に「レ、ね、オンさんどんな選手が欲しいんですか?」って言われてもう高望みなんかしないじゃん一生懸命ねサッカーやってレオザフトボールのもとでっていう思ってくれるところから先はもう今はシュアボーにいる選手たちみたいに頑張ってくれてるあ遅刻しない人でって言ったらいやーあ,のあいつも遅刻するなーみたいな <laughs> あいつもだなーみたいな <laughs> そこでそんなハードル高くなるんだみたいな <laughs>。 なん,なんあいつはもうみんながアップ始めるとき着替えてないっすねみたいな <laughs> マジでっつっ山田 <laughs> さんがセンターバックに求めるものは遅刻しないことっす全サッカー選手にはもう遅刻しないことを求めますね時間守れないやつ戦術守れないし成長しないから マルドナチャンネ君考え方進歩した時言ってること違うなって批判されたらどう答えますかそれがねあの進歩の過程も僕ちゃんと喋るっていうのもあるしあと基本的に大きくは間違ってないですねただ例外を見つけられたりとか1 0 0で間違えないからかな、ね、あ僕 DM 返さないですよはいそう、D、DM でねあのこうシュアーボのさあの「入団どうすればできるか」とか「ご応募こちらまでとか毎回やってるじゃん だけどやっぱインスタの DM とかで「シュアボ入りたいんですけどどうすればいいですか?」っていう質問くるんですよであ,のありがたさはあるよずっとあるよ言ってくれる「あっもうシュアボ入りたい」と思ってくれたらそのありがたさとは別であんだけ告知したりとかやり方とかドキュメンタリーで言っててそれでもインスタで DM してきちゃう子は絶対戦術とか無理だからうんそれはもうごめんって思ってるよいつも。 未経験者がシュアーボ入るのはどんなトレーニングするべきですか無理 <laughs> 時々あるんだよなんかこのシュアーボのドキュメンタリーでこう負けとか続くでしょ2部とか強いところと当たってでもそれでもさ別に戦力が落ちてるわけじゃないから上げてるしみんな頑張ってるしチーム力強くなってるけどなんか負けてる時期なんか俺でもいいかみたいな感じでで一生懸命頑張ってるあの基準満たさない人にいたらいや申し訳ないですねみたいな感じになるんだけどそうじゃなくて本当に 男子カップルみたいなの組んだよ、本当に。友達とニヤニヤ話しながら来て、俺とかは誰にも挨拶なしみたいな。で、なんかチームとかみんな変な空気、あの,あの人誰かの知り合いみたいな。で、俺も挨拶来られないから、あれ同じ会場でやるフットサルの人かなみたいな。そしたらなんか、あ練習始めますって言ったら、普通にワンの中入ってきて、あ、うちの何回みたいな。<laughs> で一、一応片方の子はちょっとボール蹴れるか、もうちょっと見るかって。で、もう片方の子は体力的にもきつそうだから、すいませんって返したらさ、残った方の子がもう友達のチラチラ見て、 全然か全然声とかも出さないから、じゃあ、ここまででって言ったら、ありがとうございますって感じで、友達のとこ急いで戻って、いい楽しかったねみたいな帰る。いやデートスポットがいみたいな。手話も東京デートスポットになっちゃったよみたいな時があるから。だからね、今まではこう、今までというか好感度気にするわけじゃないんだけど、やっぱり手話もに一回来ようと思ってくれた気持ちが嬉しいじゃん。レオザフットボール見ようとしてくれて気持ちも嬉しいから、なんかこう、しっかり練習していただいてとか言ってたけど、 そんなな人いない <laughs> 今までなんかこうこっちが謙虚になったあまりデートスポットになっちゃった時あるからシュワボが。だからもう無理。うん。しっかり学生時代3年間は最低やって J リーグ行くチームのおばたろうからスタメン取れるわとかレンなんか俺が来たらスタメン出れないわみたいな人が来てほしいから無理。うん。これ言っとかないとな。 ドキュメンタリーで勝ってる動画の次の次週いい選手来ますうーんみんなありがたいっていう気持ちは本当にあるんだけどそれ押し出すとさありがたいのはちょっとデートスポットにみたいな <laughs> ちょっと今日シュワー部の練習行って帰りちょっとあの磯丸誠さん寄らないみたいななんかそんなノリで来るんだよね本当にびっくりしちゃうんだよねだからそれはちょっとなんか来ていただく方みんな嬉しいですけどもうちょっと言っときますこれは本当に。 あそれでお腹出てるなんかコサルの感じで来るおじさんにはカサルラであってくれって思うしねえ態度悪いけどなんか態度悪くてチャラついてる感じの子だとそうそうあ鈴木馬であってくれみたいな、うん、見た目と違ってしっかりいいプレーする魂ある選手であってくれみたいなしたらもうただのチャラい人だしただの太ったおじさんみたいなパターンもあるから。<music> 俺が俺信じて,俺が信じてみんな絶対やれるよ最高よ <laughs> 選手が自分の最大能力を出せるような環境を作るそれをこれからやっていきます俺が自信を持って選んだメンバーこれだったら紹介します